ここが連中の本拠地、タシケント要塞ベラデン。人知れずこんなものを作るとは、まさに害虫だな。アキラ様、どんな罠が待っているか分かりませんが、くれぐれもお気をつけて。至る我らの姿を指をくわえて眺めていろ。本拠地だから少しは手応えがあるかと思ったが、いくら慣れようと所詮雑魚は雑魚か、口ほどにもないやつだ。この要塞を、ここは上に登っていくしかないようだ。どこかしら。ヘイルストームブレイク。またこの仕掛けか。バカの一つ覚えのように。慈悲を与える神などいるものか。でも奴らの信仰など必要ない。奴らが何を崇めているのかは知らんが、その対象ごとはこの俺が打ち滅ぼすまでだ。ゲートもなく急ぎましょう、アキラ様。アンテーラ、来ているようだ。やる。彼に奪われた時代に必ず取り戻されてるから、彼の知っていった同志たちのために。君の手を煩わせる気になった。彼を向かわせた。くれぐれも落ちてみようと考えて。考えるわけがないだろう。それにしても道ちゃん無事だといいけど。ミラーピースはあのカマコロの中だ。総攻撃で奪い取れ。ザコ、ドロには指一本触れさせはせん。アキラ君、ミラーピースはミチルのためにも必要なものだ。貴様らには渡さん。ミチルの次くらいには大事にしているつもりだ。ミチルちゃん
待ってたぜイントルーダー。俺はニムロド。お前さん科学者なんだってな。 G7 のメンバーか。いかにも俺は科学者だが、それがどうした。いやなんだ、別にそれがどうだってわけじゃねえが、そうだとすればこれからお前さんを倒すのにも気合が入ると思ってな。科学の発展ってのはいつも海を汚し自然を犠牲にしてくる。それが我慢ならねえのか。俺は俺に宿ったセブンス、自然の力で文明2汚水に浸りきった無能力者を排除して、海を汚さねえ自然と共に生きる世界を作りてえと思った。行き過ぎたナチュラリストか。化け物らしく野蛮な考えだ。おくずと消えな、アクアアバター。自然の力は止まらねえ。貴様らのぞ、シュレッドストーム。そうか、能力者は日々増え続ける。神さんの意志だとは思わねえか。思わんな。聞こえる。G7 の一人を討滅完了。このまま奥へ進め。承知しました。どうかお気をつけて。